ボリバル広場は、ベネズエラの首都地区リベルタドル市、プリミヘニアカテドラル区にある広場で、首都カラカスの中心的広場である。南アメリカの独立運動指導者、シモン・ボリバルを記念する。ボリバルの騎馬像、ボリバル広場全体の形は、正方形で、四辺の回廊部で縁取られる。回廊部は地形に合わせて、南に低く、緩く傾斜している。回廊より、 内側の正方形は南側回廊部と同じ高さにあり、傾斜なしに水平に掘り込まれている。そこで南面以外では回廊部と内部が階段でつながる。正方形の内部の中心に円形の広場空間があり、八方に通路を開く。通路から外れた部分を木、層、彫像、噴水で飾る。広場の中心点にボリバルの木場像がある。北に面して、 カラカス大都市地区市役所がある。南に面してリベルタドル市役所がある。東に面してカテドラル教会がある。西に面して独立運動の舞台となった黄色の家がある。その他広場の周辺には政府の重要機関が立地する。建物の多くは古い優書を持つ重要なものである。1567年サンチャゴデレオンでカラカスが建設された時に 都市計画の起点、町の公共空間として設けられた。広場に建物はなく、軍事演習に使われたため、アルマス広場と呼ばれた。周囲には教会その他の公共施設が置かれた。やがて広場には、商店や食堂などが建つようになった。1755年に、南と東に門が作られた。1812年にコンストルクシオン広場、1814年に、 マジョル広場1820年にコンスティトゥション広場と改称した。ボリバル広場の名を得たのは1840年または1842年であった。1862年から1865年にかけてグスマン・ブランコ大統領の都市計画によりボリバル広場から市場が移転し、この位置に新たに広場が設計されることになった。 オリバル像は1874年にペルーのリマにある像を模したものが置かれた。公園の配置が現在の姿を撮るようになったのは1960年のことでこの時広場を取り巻く彫刻が再配置された。ありがとうございます。